はい、堀江さん、今週もよろしくお願いします。ここ気持ちいいですね。ここ気持ちいいですね。抜け感と風もあって、ね、はい、いい場所ですね。いい場所ですね。で、今回は2人のゲストに、来ていただいております。慶応義塾大学大学院教授の岸博之さんと、国際政治学者の三浦瑠麗さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、岸さん、大変な時期に内閣、官房参与に、なられたということなんですが、今いかがでしょうか。あれですか、高橋さんの代わり。違うあんなのの代わりって言えば嫌じゃん。ちょうだってここにゲストで来られた時にちょうどそういうさざ波の話をしてたらそのままさざ波でいなくなっちゃったんだけど。いや、全然別に参与になったのは、総理から言われたから、だから受けたと、そんだけでして、20年前から知ってますから、はい、で水面下ではちょこちょこ会ってたりしたから、それが表でもってだけなんだけど、意外とみんな勘違いしてて、はい、内閣官房参与って偉くもなんともないんですよ、基本的には非常勤 で、はい、で基本的な役目は、内閣からアドバイスを求められたら自分の意見を言うっていう本当に単純な非常勤ですから、だから全然大した仕事ではないので、別に僕はそんな大事な仕事とは思ってませんけど。成長戦略ですとか規制改革っていう話もあるんですけど、中に広報戦略担当っていう報道もあったんですけど、総理に広報戦略というのは具体的にどういうことを岸さんは期待されてたりするんですか。正直言って、これ別に今の政権に限定しない前からだけども、広報対応って官邸ってあまりうまくないじゃないですか。やっぱり会見の内容も役人の作文で一般の国民からしたら分かりにくいし、じゃあそういう官邸の公式な会見やるだけで本当に国民に伝わるかっていう点もありますし、そこからアドバイスを求められたら言いたいことは言いますというだけですけどね。堀江さん、どうですか、岸さんの活動に関して。でも前からね、そんな感じのお立場ですよね。あれ、そういえばもともとあれですよね、堀江さんが以前選挙に出た時は岸さんと、岸さんはちょうど竹中平蔵さんの秘書官やってたから、秘書官をやってたんで、実質的に岸さんとずっと話をしてたっていう。で、堀江さんあの時絶対当選してほしかったから竹中平蔵を応援に行かして。いや、でも難しいっすね。てか竹中平蔵が応援入ったから逆効果だよ。いやそれは全くないんですけど、竹中さんの演説はもうピカイチにうまかったですよ、もうだってすごかったですよ。尾道とか三原のおばちゃんたちがもう竹中さん出てきたら竹中さんみたいな感じですごい良かった。多分ね、堀江さんのあの時の敗因は選んだ場所が一番ドロドロの場所だったってことですよね。だってドロドロの場所をあえて選んでいってるわけですから。そうだけどねすごいですね、あの地盤が。そうですよね。あの亀井静香さんの地元の人口4万人ちょっとの自治体の、はい、票を9割まとめただけで勝ちましたからですよね。すごいっすよ、9割っすよ、得票率9割ですよ。あ、すごい。いや、でも今いくらなんでもって思いません。今は多少変わりつつあるんじゃないのかな。いや今はそうでしょうけど、でも得票率9割ってやっぱ半端ないですわ、あの時代ならでは。はい、もうすごいですよ。はい、今日はまさにそういった政治の話もしていきたいと思っているんですけれども、今回はですね、これからの日本の成長戦略について考えていきたいんですが、まずは、菅政権に関して、どのようにお考えかということを三浦さんからお話を聞いていきたいと思うんですけど、ここまでの評価と、この後は選挙も、あるかと思うんですが、なんか新しい内閣官房参与を、目の前にして言うのもあれですけど、絶望的にコミュニケーションスキルが欠けているところがあるので、それは織り込み済みなんですよね。もう正直スタートの時点からそれは期待されてない。逆に安倍さんの具合が悪くなってきた時に官僚がですね、次は菅さんだってもうなってるんで、いや結構大変ですよと、今の社会は大衆化してるしポピュリズムもあるし、今までみたいな総理では務まらなくなってきてるんで、ある程度ポピュラーなリーダーじゃないと結構きついですよっていうのは言ってきたんですけど、で結構戦いをくくってたとは思います。だけどやろうとしてることは正しいし、コロナも相当途中で最後まで突っ張っていきなり折れるっていうのを何度も繰り返してるんですけど、少なくともやろうとしている目指しているものが正しかったので、踏ん張ってるってとこじゃないですかね。素朴な疑問なんですけど、
ずっと菅さんって安倍内閣で官房長官やってたわけでしょ。で官房長官ってどっちかっていうとスポークスマン的な役割なんじゃないんですか、うん、なんだけどやっぱ菅さんは総理になるとそれはダメになっちゃうんだ、うんうん、いやでもね、ダメになっちゃうというか、 なんか、 いやなんか僕は別に菅さんのことは嫌いでも何でもないし、うん、彼がやってる政策自体は、まあ、コロナ対策はとりあえず置いておいて、うん、それ以外って彼割と公約したことを全部実現をしていってるじゃないですか、うん、割と地味なことだけど、うん、高齢者のね、後期高齢者の、保険の負担の割合を増やすとか言ったことは結構やってるんだけれども、なんか世間的な評価でいうとなんかしょぼくれたじいさんがなんかボソボソ喋ってるみたいなことを言ったり言われたりとかしてるわけじゃない、うんうんうん、なんかだからなんでそんなにこう評価変わるのかなと思って、うん、要は官房長官ってあの毎日会見するわけですよ、うん、でこれ官邸記者クラブ相手、要は記者が相手に日々接するので、そうすると言い方あるけど無難な国会答弁的な答え方で、記者さん相手はまあなんとか毎日終わるよねと。でもこれが総理になっちゃうとやっぱ国のトップだから、やっぱりこれ記者会見で記者相手も大事なんだけど、国民に語りかけるっていう部分をしっかりやんないとまずいはずなんだけど、多分そこがまだ十分うまくできてない。本人も切り替えがやっぱ官房長官7年8ヶ月やってましたから、切り替えができてないのか、周りの問題かともかくとして、そこが、官房長官と総理でやっぱ圧倒的に語りかける相手が違いますから、それが影響しちゃってるのかなって気はしますね。あとね、背負ってるものが違うんですよね。例えばオリンピックでも途中まで菅さんにやめろやめろと、中止にしたらあの支持率上がるよっていうふうに言ってた閣僚もいれば、あるいはなんか補佐官的なスタッフなのか分かんないんですけど、いたらしいんですよ。でも菅さんそこ折れなかったっていうのは何でかっていうと、最後の最後戦術詰めると東京都知事がなんとかとはいえ、やっぱ総理が主催者みたいなもんなわけですよね、うん、実質的に、うん、でそうすると結局最後の決断、 GoTo やるもやらないもオリンピックやるもやらないも、あの見てる風景が違うんですよ。総理として見てる風景と官房長官として政権の延命のためにはこれがいいんじゃないのっていうのと肌感覚が全然違うので、やっぱりそこが大きい。あともう一つ、やっぱりね、官房長官って何が権力の源泉かっていうと、毎日会見やるから各省庁から全部情報が集まるじゃないですか、うん、情報が集まるところに権力が集まるっていうのはそういうことなんですけど、うん、現在は菅さんはやっぱ結構ね、あの集まってないと思いますよ。なんかつい先日も、まあ、そこは僕はそこまでじゃないとは思いますけどね。いやでもつい先日も結構菅さんが荒れてたっていう話があって、要はそのある知事と話して、うん、コロナ対策に関してマスクの有用性について、まあ、いいレポートをもらったんだと、うん、でなんでこんないいレポートが俺のところに来ないんだというふうに荒れてたって話ありましたけど、うんうん、やっぱりその経済を殺す選択をするにしても、あるいはその緊急事態宣言解除するにしても、相当なそのデータ分析チームがいないと本当はダメで、うんうん、私は岸さんにね、むしろちゃんとこう経済系の官房参与として、うんうん、みんなの力結集して分析までやってあげるべきだと思うんですよ。まあまあ参与はそんな力がないしで、さあ三浦さんがおっしゃったことについて一言だけ言えば、よくいろんな噂が飛び交うわけですよ。で全部が全部正しいわけじゃないんですよね。で逆に言えば、やっぱり日本って官僚組織、官僚があまりに強いから、やろうと思ったこともすぐに動かないっていう現実はあると思ってますので、だからどうしても今メディアは菅さんを悪く叩きたがるんですよ。だからそこは、現実と当然全部が違うという気はないんだけども、若干ずれてる部分もあるから、ただ三浦さんおっしゃるように全体で問題が多いのは事実なんですよ。そうね、まあ、こういったその問題、ある中で、こう秋に予測される総選挙、解散総選挙なんですけど、今後どういうふうにこの解散総選挙へ動いていくというふうに予測されますか？だってもうそれはさ、はい、野党がさ、グダグダなんだからさ、はい、別に自民党が勝っておしまいですよ、まあ、ちゃんちゃんですよ。あので菅政権続投ですよ。そうなんだけど、でも3回生は結構落ちると思いますよ。ん、3回生、今ちょうど 3回受かってきてる自民党の、うんうん、要は安倍政権しか体験してない衆議院議員の皆様、うんうん、あ結構情勢あの見ると落ちる人はいますよ。誰が勝つんですか？誰にやられるんですか？野党統一候補に。つまり野党統一候補にやられるんですか？全国的には野党って全く支持率ないし、期待を向けられてないんですけど、うん、接戦選挙区って、うん、要は共産党が候補を下ろしちゃって、うん、積み上げると、うん、その流動的な層の中で女性の支持が政権から離れると、うん、実はその
政権側じゃなければ誰でもいいみたいな投票行動が起きる結果として野党統一候補が勝つ選挙区は出てくるんですよ。そうなんかね、今面白いのは菅さんがそのスタート地点で支持率めっちゃ高かったじゃないですか、うん、あれなんで高かったかというと安倍さんの支持の上に女性の支持が戻ってきた部分が乗ってたからなんですよ。あ、なるほどね。要は最初はクリーンで正直なイメージだったんです、うん、でその後コロナ不安で最初に離れるの女性なんですっていうのはコロナ不安度って実は男性より女性の方がよっぽど高いので、あ、まあでもそれを言ったらね、これしょうがないですね。まともな政策してたら女性には嫌われますね。まあ、まあそれはもうしょうがない、うん、まあ後から評価される。それを別にさ、あ、不安ですよね、そうですよね、社会をロックダウンしましょうみたいな方に行けばそれは女性の支持率は上がるかもしれないけど、うん、でも僕はそれが正しいと思わないですけど、ね、全然別問題だからね、うん、だからそこは難しい部分があるんだけど、ただ僕も堀江さんがおっしゃったように全体としては野党の支持率は高くないから、まあ、ある程度議席は失うけども自民党は勝つでしょうねと、うん、だから個人的には逆に関心があるのはじゃあ自民党総裁選と総選挙どっちを先にやるのかなっていうこと、これよくわかんないですよね、うん、どっちどうなると思う。